けれども、決めました、落ち着いてました。先制点はアスルクラロのまず、まあ、アスルクラロホームのチームですから、今ようやく均衡が破れた、しかも内容的には非常に今日厳しいゲームをやっていたので、ほっとしたという感じじゃないでしょうかね。サポーターは旗を打ち振って喜んでいますけれども、キャプテンの尾崎がその責任を果たしたというその PK。 1対0、今の場面です。あ、非常にうまい PK でした。なかなか技術があるうまい選手が PK やって逆に外してしまうっていうケースもあるんですけれども。